アンドレイ・クリゴーリエビッチ・カシエチキンは、カザフスタンの自転車競技選手。カザフスタンのクズロルダ出身。2001年、トモファルムと契約を結んで、プロ転校。2003年、クイックステップダビタモンに移籍。2004年、クレディア・グリコルに移籍。2005年、ツールド・フランスに初出場。新人賞部門で2位に入る。2006年、 同胞のアレクサンドルビノクロフがリーダーを務めるアスタナに移籍2007年2009年、出場停止期間の明けたカシェチキンはレース復帰を目指したが、所属チームを見つけることはできなかった。2010年7月、ランファルネーゼビーニと契約。2011年8月、シーズン途中でフルスのアスタナに復帰。非常に長いステムを使用することでも知られ。 オーダーメイドのステムは2 0 0、mm、トルと言われる。カシェチキン陽性へ再び窮地に立たされるアスタナ。アスタナ B サンプル検査の結果カシェチキンの開口を発表アスタナ公式サイトのニュースページ。アンドレイカシェチキンのステムはついに2 0 0、mm、トルに、達したサイクロワイド2013年4月25日0時23分。ありがとうございます。